会社に副業がバレないために意識してやっていたことがいくつかあります。まず一つ目、これ何かっていうと、住民税の徴収額で会社にバレるっていうことなんですね。バレないようにするための裏技が一つあります。確定申告の時に住民税を申告する欄あるんですけど、自分で納付っていうところにチェックをつけるんですね。会社に対しては特別徴収の給料分の住民税だけが通知されることになるんですね。なので、あなたの副業で増えた分の住民税は別途その納付書で支払えばそれでいいっていうことになります。源泉徴収っていうのは会社員から税金への関心を奪って節税をさせないための仕組みみたいなものなんですね。副業やフリーランスを考えるのであれば絶対に避けては通れないので、ざっくりとでも理解しておいてください。